もうすぐおらんとうねじゃな。アジ、天文の人混みの中でどうやって UFO を？UFOを探す必要はない。目印を見つけるんじゃよ。目印？調べているのか。申し訳。ああ、なんだあれは。あ、はい、検問待ちの退屈しのぎにと旅芸人が踊りを。大地と空の間に死者は血の旗を翻す。あいつが交渉人だ。びっくりした。旦那大丈夫ですか？お怪我は？見せろ。え？邪魔だと言ってるんだ。はい、今すぐ。早くどけ。すいません。日本人が、すぐにジープを回せ。しかし相手がトラックとはいえこれからでは。命令違反で処分されたいか。急げ。はい。虫けらどもめ逃がさんぞ。うまく巻いたか。ああ、優子よ、日本から麻友子が来てよ。50万ドル預かってきた。背中までぎっしりじゃ。ここまで来れば大丈夫だ。アーマン、この辺りで止めてくれ。
おう、今なんて言ったんだよ。お前は直ちに戻れ。え、わしは勇武と共に行く。な、何言ってんだよ親父。勇武と一緒にって言って冗談じゃない。無茶を言うなよ。ああ、マド。危険を冒してここまで金を届けたんだ。それで十分でしょう。恥の名誉を回復する。これはわしにただ金を届けさせるための暗号ではない。要はわしに今一度アリと対決する機会を作ってくれたのじゃ。わしの名誉を回復するために。ジャロー、ユーゴ、わし自身の手で名誉を取り戻す最後の機会になろうて。だったら俺も。これはわしの問題じゃ。恥。わしにもしものことがあったら後のことは頼んだぞ。アーマド。さあ行こう。グズグズしておれん。神のご加護があらんこと。誰も乗っていません。ふん、引き返しますか。バカか貴様。奴は人質の交換に向かっているんだぞ。はあ。この近くに大勢の人間を隠せるような場所はあるか。あ、モスクなら人の出入りしない場所だ。南に炭鉱跡がありますが。炭鉱跡か。ミスター岩瀬は。岩瀬さん。マユコさんのお父さんですね。ま、いいよ。マユコさんがあなたの帰りを待っています。さあ、帰りましょう。交渉成立だな。あとはわしと貴様の問題じゃな。今のはシェイカー。政府軍が。ここを出よう。出口を塞がれたら最後だ。シェイク。貴様ら自身で選んだ場所だ。俺がこの手で埋葬してやる。
ください。逃げるなら歩兵が突入してくる前、今しかない。しかし、ミスター岩瀬を君に頼みたい。いいか、俺がおとりになって走る。その隙にミスター岩瀬を連れて北へ向かって走れ。10キロほどで鉄道だ。ガラチで会おう。約束だ。逃げようと無駄だ。俺を誤解した罰だ。突き止め。逃がすものか。くそ、ワイヤーが。戦車突撃！奴らの息の根を止めろ！蹴散らせ！導きたまえ。私たちはあなたのためにあがめ使え。あなたのように助け合え。シェイク、犠牲者が増えるだけだ。アリ、シェイク、聞こう。後ろの行動に怪我人を連れて逃げろ。一旦行動に退却だ。アリ、俺は戦わねばならん。ここは引け。お前が死ねば残ったものはどうなる。セクッ。ユスフアリ、急ごう。先に行け。お前たちが逃げるまで持ちこたえてみせる。老いぼれに何ができる。俺が防ぐ。このバカ者めが。何？何のためわしや他のシェイクを倒して兵をまとめた。お前はここで死ぬべきではない。貴様をかばって死んでいった者たちの命を無駄にするではない。この戦いがジハードなら、わしも喜んで盾になろう。ユウも、
前に感謝する。グズグズするな、早く行け。あとも小村に逃げ込まれた。追い詰めろ。いいか、一人たりとも逃がすなよ。神のご加護はあんこと。あ、ハシ。行動を下がりました。大佐、指示をお願いします。大佐。まだ見つからんのか。本来は目の上のため、たさか思うようにしまぜ。なら全歩兵を探索に投入しろ。必ず見つけ出すんだ。くそー。生き残ったのはこれだけか。アリ、一つ聞きたい。ジハードで死ぬとどうなる？肉体は土へ、魂は神に召される。卑怯者の烙印を背負ったままでもか。ハジは自分の命と引き換えに俺たちを救った。それでも卑怯者か。ユスフ・アリメサが真の勇者なら、過ちを正す勇気を示してくれ。神の名のもと、恥の名誉を回復する。恥の名誉ある死を無駄にできない。まだ戦いは終わっちゃいない。シェイク、山に戻るぞ。ここでお別れだ。一緒に戻ればクエッタまで車で送る。ありがとう。だがもう一つ果たさなきゃいけない約束があるんだ。そうか。よし、出発だ。俺はお前を使わした神に感謝する。アンラーフ・アクバル。
ミスター岩瀬はどうした？カラチ、彼をカラチ行きの列車に乗せてくれたんだね。シュークリア。そういえばまだ名前を聞いていなかったね。君の名前は？ラ・イ・ラ・ライラ。ライラか。ライラ、わざわざこんなところまで歩いてくることなかったのに。ん？何をしたからって？灼熱の大地から帰還したユーゴ。しかし休む間もなく新たな依頼が舞い込む。74年でもろくも崩壊したソビエト連邦、その極寒の地へ赴かねばならない。12歳の少女の奪還とハリストスの指輪に隠された真実のために。次回ユーゴ交渉人セカンドネゴシエーション第1話、亡命貴族。